どうもラウジンです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はめちゃくちゃ強そうなやつを発見したので仲間にしていきたいと思います。発見した場所はここですね。雪山峠の北側です。ここのマップがこんな感じになってて、一番上の部分ですね、一番上の部分にいます。ちなみにまだ全クリはしてません。全クリ一歩手前っていったところですね。なんか出てきたんですよこれ。覆面レスラーみたいなやつが急に現れて一騎打ちをね申し込まれたんですけども、ちょっと一騎打ちをやっていきたいと思います。待っていたぞ。さあ準備はできているか。運命の戦いを始めようではないか。もちろん始めよう。この戦い素晴らしき試練なり。どういうキャラなんだろうな。まあまあまあ前線に立つようなタイプではあると思うんだけども、まあ、とりあえず攻撃して様子見していこう。好機は逃さん。大したことないか。これ大したことねえか。おおどのような相手でも手は抜かぬ。さあ来い。これね一騎打ちがねまだいまいち得意ではないんですよね。この戦い素晴らしき試練なり。交互にやっていくか。何なんか癖のあるキャラクターだな。どのような相手でも手は抜かぬ。いや多分強いと思う。うん、ラスト手前に出てきたやつだからね、それはもちろん強いでしょう。よしナイス。好機は逃さん。攻撃。おお、やる。これ意外とねタイミング難しいもんね。素晴らしき試練なり。もう一回攻撃成功。どのような相手でも手は抜かない。もう倒せるんじゃない。なんかもうあっけないぞ。最後はやっぱりねちょっと仕掛けていきたいで。うん、そろそろゲージがたまるか。どのような相手でも手は抜かぬ。そろそろたまりそうな気がするぞ。よい、来た来た来た。いけるね。めちゃくちゃ吹っ飛んだ。いやまだやれる。勝ったでしょう。何何してんのこれ。いや長い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 。いやかっこいいよ。勝利。エル・アリカント。黄金の戦士だよ。これ絶対強いじゃん。ではちょっと編成してみましょうか。どれぐらい強いんだい。メリサとちょっと変えてみようか。どこにいる。あ、いた。レベル36ですね。防御力高い。
でも攻撃力はちょっと波ぐらいかな、中距離か。まあ、ちょっと戦えるぐらい、レベル上げてみます。それではレベル上げました。48まで上げましたね。ステータスはこんな感じで、防御力に特化されているようなキャラクターです。攻撃自体はそんなに強くありません。でもこのキャラクターむちゃくちゃいい。何がいいかっていうと、パッシブスキルの、黄金鳥の祝福のルーン、これだよね。エルアリカント専用のルーンでアイテムドロップ率が上がるっていうやつ。なんかね、敵を倒したらやたらアイテム出るなって思ったら、こういうパッシブスキルがついてました。これむちゃくちゃすごいよ。まあ、とりあえず戦ってみましょう。それでは行きましょうか。一応ね、技も全体攻撃のやつがあるんだけども、そこまで強くはありません。まあまあ一回使ってみましょうか。とりあえず SP が3使うんですよね。3使っちゃうのでちょっと使いどころはあんまりないのかもしれないんですけども、まあとりあえずどんな感じかっていうのを一度お見せします。耐えるを使って防御だね、防御を使って攻撃を受けると SP が溜まります。まあそれもまあいいよね。SP が結構溜まりやすくなるのでいいと思います。これフライングアリカント、強くはないけどかっこいい。音楽が若干変わるのよ。いきます。これぞ天の技だ。まあまあっていう感じですよね。全体にまあ200ぐらいのダメージを与える、悪くない。でも他のキャラクターに比べると、まあまあっていうところですかね。全体攻撃があるだけいいとは思うんですけどね。はい、とりあえず倒しました。でドロップ品を見てください。普通に倒して獲得アイテムで魔力の雫2つですよね。アイテムが出なかったことがない。基本的に1つ以上のアイテムを必ずドロップするようになってますね。体感としては本当にね、 90% ぐらいの確率でアイテムを入手できるかもしれない。このスキル本当すごい。はい、ということで今日はめちゃくちゃ強そうなキャラがいたので仲間にしてみました。今日仲間にしたのがエル・アリカントですね。キャラクター自体はまあそれなりの強さっていう感じなんですけども、スキルがやばい。アイテムを集めるときに編成してると本当にね、もう一気にアイテム溜まっていくのですごく役に立つ。多分クリア後とかにこいつがいるとめちゃくちゃいいんだと思います。まあクリア前でもいいと思うんですけどね。すごく使えるやつです。ぜひ仲間にしてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。